私、絶対に SNS で有名になりたいの。だからさ、ついにさっきツイートしたんだ。え？見て、もし1万リツイートいったら脱ぎます。え？やめときなよ。もう覚悟は決めたわ。結果が出たわ。え？どうだった？12リツイート。いや、どないなっとんねん、おい。ここまで覚悟決めて12点。むしろ脱ぐよりもはずい思いしとるやないか。仕方がないわね。どうするの？そりゃもう、脱ぐわよ。え、脱ぐんだ。1万リツイート言ってないのに。見て、今、水着姿を上げてやったわ。え？どうだったの？ふふ。4リツイート。いや、芝居だろうか、お前これ。なんで私が怒られてんの？もう、拉致あかんわ。こうなったら、二人で脱いでみよう、水着姿。え？なんで私も？いいから。どうだったの？なんと、2万リツイート。すご！もしかして、お前に需要あるんちゃうやろな。いや、知らんて。ちょっとさ、試しにお前一人で水着姿を上げてみろや。え？私が一人で？どうだった？5万リツイート。いや、逆にわしが足引っ張っとったんか。なんかごめん。絶対に有名になりたかったのに、うん、心が折れそうになる、うん、もう私なんて誰からも必要とされてないんかなって、うん、もう私なんてゴミと思われてんのかなって、うん、どうかな、うん、え、うん、いや、相槌の運じゃなかったんか。普通にそうだね、ゴミだねの同意の運か。もう脱いで有名になろうなんて恥ずかしいことやめようよ。え？そんなんで有名になって何がしたいの？言ってみてよ。実は私ね、生き別れになった弟がいるの。え？住んでる場所も連絡先もわからない弟に私を見つけてもらうためには有名になるしかないと思って。いや、そんな素敵な理由やったんか。ずっとあなたのことをゴミやと思ってたわ。ごめん。もしかしてその弟さんって立花ゆずるさん？え？なんで知ってるの？やっぱりそうなんだ。よかったね。弟さんちゃんと気づいてリツイートしてくれてるよ。え？私のツイートに？うん。私の水着のツイートに？いや、弟もお前にしか興味ないんか。弟もスケベなんか。でもなんで私の弟って分かったの？ダイレクトメッセージが来たからよ。え？僕は望月カレンの生き別れた弟です。よかったら姉の話を聞かせてくれませんか？僕と二人きりのデートで。いや、わしを利用して誘ってるだけか。弟出会い中か。わしと会いたい気持ちとかないんか。あと、今回の件で姉が僕のために脱ぎますツイートで有名になろうとしてくれたことを初めて知りました。そんな姉に伝えてほしいことがあります。え？12リツイートははずいて。いや、まあ確かにな。